こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、またジャンク品の購入品紹介なんですけれども、まあ、とりあえずこれを見ていただきましょうか。はい、このパッと見、まあ車だなっていう感じはするかと思うんですけど、ここになんか、ケーブルがついてまして、こう電源プラグがついてますね。で、まあこれは車にしてはまあタイヤが回らないし、まあ中にはなんか丸いポッチがあるしということで、何なんだろうっていう感じなんですけど、まあ、この車の鼻ツアーのここをちょっとポッと押しますと、こういうふうにパカッと開きますね。はい、これがまあ何かと言いますとね、こちらはですね、VHS のビデオテープのリワインダーというものになります。まあ、リワインダーっていう名前を聞いて、まあ、ちょっとパッと来ない、まあ、若い方もいる方かなとは思いますけれども、まあ、リワインダーっていうのは要するに、ビデオテープの巻き戻しだけに機能を絞った機械なんです。でこちらにまた別のものがあるんですけど、まあ、こちらがいわゆる、まあ、そのさっきみたいな、車の形をしてない、普通の、まあ、テープリワインダーですね。これ VHS のテープリワインダーで、こちらもこうパカッと開いて、ここにこうビデオテープを差し込んで、でさっきのやつには巻き戻しの機能しかないんですが、こちらには、ここにボタンがいくつかありまして、早送りとこう巻き戻しと、あともう一つ一番この上のところにイレーサーっていう、ボタンがあるんですけど、これはですね、あのビデオテープの内容を消去するという機能もあります。で、消去をするときにこの本体の裏側にですね、ここにこう穴が開いてるんですけど、そこにこの、これ赤い磁石、まあ、ここに黒くなったところが磁石なんですけど、これをこう差し込んで、で、で、このイレーサーっていうボタンを押すことで、セットしてあるビデオテープの内容を消去することができるということですね。はい、で、まあ、このテープリワインダーが、まあ、必要になってた時代っていうのが、まあ、あのレンタルビデオが全盛の頃で、レンタルビデオは、まあ、借りてきて見終わったら巻き戻して返却しなきゃいけなかったんですけれども、まあ、ビデオデッキの巻き戻しのスピードっていうのはですね、結構まだ遅くて、もう巻き戻してるのに、まあ、何分も何分も待つ必要があったわけですけど、まあ、こちらはですね、それに比べれば非常に高速に巻き戻したり早送りしたりすることができたんで、まあ、こういう商品があったわけなんですけど、まあ、このテープリワインダーの動きっていうのはこう、まあ、中途半端になってるテープをまず入れまして、でこちらこのリワインダーのボタンを押しますと、はい、こういう感じで、巻き戻しがされます。でこの機械なんですけど、まあしばらく使ってなかったんで、ちょっとね、巻き戻しのスピードが落ちてます。本当はもっと早く巻き戻しされてたと思うんですけど、ちょっとね、この機能的には落ちちゃってます。はい、じゃあ実際にこっちの方で、ちょっと巻き戻しやってみましょうか。この鼻つらを押して、でテープはまあ正面から見て、こっちのフラップの方です、開く方を右側にしてこうセットして閉めると、こう巻き戻しが始まるようなんですけども、はい、閉めます。モーターが回るような音はするんですけど、中見えますかね。はい、テープは回ってないということで、まあ、事前にこのテープリワインダーのこう構造をね、ちょっと調べてみたんですけど、まあ、中にやっぱりあのゴムベルトが入ってて、やっぱそれが劣化しちゃうとね、ゴムが切れちゃって、モーターが回らなくなって、こういうふうにね、巻き戻しができないという状況になるみたいなんですけど、
それじゃあですね、こちらの方ですね、修理の方をしてみたいと思います。はい、というわけでもすでに分解した後なんですけど、本体の裏側にネジがちょっと見当たらなかったんで、もしかすると爪で止まってんのかなと思ったらば、やっぱりですね、このフロントには爪が2箇所、後ろにも、爪が2箇所、それからサイドにも、それぞれ、1箇所ずつ爪があって、このボディのところが止まってた感じですね、はい、で、このカセットを挿入する部分、これがここにこのバネ、つながってまして、まあ、このバネを外せばこれも取れるんじゃないかと思うんですけど、まずそれを外さないと、こちらですね、見えますかね、奥にこう、大きなこのローラーがあると思うんですけど、これがまあ、テープの、片方にかかって、テープを回してというところなんですけど、一応ゴムはね、かかってますけど、やっぱり硬化してる感じで、やっぱゴムが滑ってる感じなんですよね。なので、まずはこの、キャノピーといいますか、この部分を一回外したいと思います。ようやくこの上のところが外れました。はい、というわけでこれが中のメーカーなんですけど、ここにあるでっかいホイールに、ゴムがこうかかってまして、こちらがモーターですね。で、ゴム自体は切れてないんですけど、やっぱり固着してうまく回ってないというか、まあ、多少ゴムが伸びてるのもあるかもしれませんけど、やっぱり滑ってますよね、このローラーが。なのでこのゴムを、新しいやつにちょっと交換してみたいと思います。というわけで、元通りに組み立て直しました。これで、蓋もちゃんと開け閉めできるようになっています。で、中に入ってたゴムだったんですけれど、まあこんな感じでなんか Google マップのピンみたいな形に変形してるんですけど、まあ長時間使わない状態で、ゴムがかかった状態になってて、まあストレスがかかっちゃってこういう形に、まあ、固着しちゃったんでしょうけど、まあそれでいて、まあやっぱりちょっとゴムが伸びちゃってるんですよね。で、手元にあったゴムにはちょっと、まあこれにぴったり合うサイズはないんですけど、まあ、若干小さい
コムをかけて、まあちょっとテンション強めになってる状態だと思うんですけど、ただこうまあこのピンの Google マップピンの形になってて、ここのつぼまってるところにこうローラーが2個あったんですけど、それにこうかかってる状態で、電源入れても一向にこのローラーが回らなくてですね、なんでかなと思ったら、ここについてるローラーの片方がですね、もう完全にガッチガチに固着しちゃって、もうローラーの役目を果たしてなかったんですね。だったもんで、まあ本来はこういう形にゴムがかかってるんですけど、このローラーにかけない状態で、一応ゴムかけたら回るようになったんで、それで一応、やってみたいと思います。じゃあここにテープを入れてみましょう。巻き戻しはされるでしょうか。おー、はい、一応回るようにはなったんですけど、ちょっとね、なんかモーターが悲鳴を上げてまして、ちょっとなんか恐怖さえ感じる音なんですけど、はい、まあとりあえず回るようにはなったんで、何か潤滑が足りないのか、すでにモーターが寿命を来ちゃってるのかわかんないんですが、まあこういう音が出ちゃうんで、ちょっとまあリワインダーとして使うにはやかましすぎるかなとは思うんですけど、まあ一応ね、テープ入れたら巻き戻しがされるようにはなりました。はい、というわけでこちら車型のビデオテープリワインダーの修理動画になりました。でまあさっきもやった通り、ちょっとね、テープを回すとまあ異常な音がしちゃうんで、まあ実用にはちょっと向かないかなと思いますけど、まあちょっとねコレクションとして置いておきたいんで、まあモーター周りちょっとね、なんとかして、直してさらにまともに使えるようにしたいと思います。ただリワインダーとしてはやっぱりスピードが遅いんで、まあVHS のね、デッキ自体は末期の頃になると、そういう回転スピードも、ね、相当速くなって、リワインダーなんかも見じゃないくらい速く、早送りとか巻き戻しができるようになってるんで、まあねこちらは一応インテリアとして、まあ、飾っておくような感じになりますかね。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生している人からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。